青年会議所、JC ブランド確立委員会尾関重太郎です。よろしくお願いします。私の、経営している会社は新生電子有限会社と申します。やっていることはですね、こういった電子基板、電子回路、こういったもののアッセンブリをやっています。入会のきっかけは、町田に来て、ちょうど今年で10年になるんですけれども、もともと町田以外の地域から来たものですから、町田の皆さんと、触れ合って、同じ生活の基盤を持つ者として、一緒に町づくりに参画してみたいと、そう思いました。JC でやっていること、最大の目玉はですね、やはり町クリですね。町田の駅前周辺の落書きを自分たちの手で消していくという、その事業は本当に魅力的で、この JC ブランド確立委員会に、竹内委員長のもとに、委員会をやってますが、入ってよかったと、心からそう思ってます。JC に入って、これから、4年間やっていくわけですけれども、私の仕事も方もですね、JC とやっぱりダブらせて考えることがあるわけなんですけれども、JC というのは青年会議所ということで、青年という若いメンバーが集まって、一つの目的を持って事業というものをやり遂げていくわけなんですけれども、私の会社でも、結構若いメンバーがいないもんですから、そういった町田の、若いメンバー、町田に限りませんけど、若いメンバーを集めて、会社としての事業を、一緒にこれからも考えて、みんなで協力して、盛り立てていきたいと、そう考えています。そのために JC というのは、いろんなセミナーもありますし、日々の委員会もとても勉強になります。そういった機会を生かして、これからも、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。